今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみ大根餅でございます。ちょっと作るの難しそうなイメージあるんですけど、まあ、簡単に言えばおろして固めて焼くだけなんですよ。でこっからがこ の, あの大根餅の肝ですね。こういうものってあの中に入ってる具材が美味しかったりするじゃないですか。そうじゃなくて生地が美味しいんですよ。いい感じですね。ライス醤油つけて、もっちりねっとりうまい。皆さんこんにちは、今週のごちそうさまチャンネルは、男子おつまみ、大根餅でございます。大根餅と聞くと、まあ、あの中華料理屋で目にしたことあるとか、ちょっと作るの難しそうなイメージあるんですけど、簡単に言えばおろして固めて焼くだけなんですよ。でも本当に簡単なんで、ぜひトライしてみてください。材料の紹介からしていきます。大根、それから、白ネギ、むきエビ、生姜、お酒、お醤油、片栗粉、お塩、胡椒で、ごま油で、焼き上がった後にライス醤油をかけて食べていただきたいんですけど、まあ、ラー油とお酢と、お醤油で、さらに中に入れ込むネギと別で薬味のネギですね。まずネギ切りますかね。ネギはやっぱりあのこういう天津でも焼きネギの香りってのは結構いいんですよね。それが入ることによってやっぱ結構変わる。まあ具の中に混ぜ込む、タレの中に混ぜ込むんですけど、このぐらいのサイズですね。小さすぎず、粗みじんよりも大きい。ではネギまず入れちゃいます。でちょっとほぐしときますね、こうやって。では次に、エビですかね。エビは剥いてある状態なんですけど、背ワタを取ってないので背ワタ取ります。背ワタ取ったら、こういう木べら使ってエビ潰します。こういう状態ですね。勝手にちぎれてくれるん で, でこれを入れちゃいます。今日エビ使うんですけど、別にエビじゃなくてもいいんですよ。ベーコンとかソーセージとかでも全然できますんで、お子さんがちょっとおやつにとか、ちょっとしたお昼ご飯にとかっていう時もこれは使えますね。うちの子大根が嫌いなんですけどどうしましょうみたいな時にはね、ママこれ大根なのみたいなこともあったり、今気づいたのみたいなね。そしたら次大根ですね。まず皮むいて、でこっからがこ の, あの大根餅の肝ですね。まずすりおろします。でこっからです。今水分たくさんありますこの中で、これを絞るんですけど、絞りすぎはダメなんですよ。絞りすぎは全然水分なくてふっくらしないんですね。ちょっとパッサリ仕上がっちゃう。なので水分の抜き方ですね。まずここに絞らずに出てる水分は流しちゃいます。これでも体にいいらしいからね、好きな人は飲みましょう。で絞らなかったら出ないぐらい、今これいいですか、押します。押すと水分出るんですよ、こうやって。わかりますか、押さなかったら水分は垂れない、このぐらいが目安です。でこれをさっきのエビとネギが入ってるところに入れます。でここに生姜、お酒、醤油、片栗粉で胡椒、さらにお塩で全部あさりました。でこれ混ぜます。これ焼いて固まんのみたいな感じなんですけど、固まります、ご安心ください。でお塩が入ってるんでちょっと丁寧に混ぜた方がいいですかね。こうやってここでまだちぎれてないエビを少し細かくしてあげる作業を合わせてしていただいて、そしたら成形して焼いていくんですけど、先に成形しちゃいます。全部サイズ的に言うとこんなもんかと思いますね。でこう握ってる間にも少し成形したら押すことになるんで、しかも醤油とお酒入って水分入ってるじゃないですか。なので少し水分出てくるんですけど、容赦なくいっちゃってください。では火入れます。でごま油。で当然ですけどこの時点だとすごい緩いんですよ。なのでこの時点で触りすぎちゃうと崩れる原因になる。だからしっかりここから片面を焼いていって、片面が固まった時にあのちゃんと裏返してあげることが大事ですね。で高になりすぎたら少し中央に落として、ここでひっくり返していきます。つながってますよね。裏返したら中央浴びぐらいにして
中までちゃんと火入れるために蓋をします。いい感じですね。やっぱりね、あの表面に出てるネギが少し焼けてきて、ちょっとネギの匂いつくんですね。この香りが結構大事ですよね。で、大根餅っていうぐらいなんで、やっぱり大根と粉が絡んで餅みたいにちょっとふわっとするんですよ。でこう押してちょっと弾力がある感じ、戻ってくる感じ、これができたら OK ですね。では盛り付けです。よいしょ、はい、ではここに少しネギを、でライス醤油ですね、お醤油、お酢、少なラー油と少なで完成です。じゃあ熱々のうちにね、これほんとね、やけどするんですよ。ライス醤油つけて、あ絶対熱いんだこれ、うん、もっちり、ねっとり、うまい。こういうものってあの中に入ってる具材が美味しかったりするじゃないですか。そうじゃなくて生地が美味しいんですよ。何も材料なかったら大根とネギちょっと、それと片栗と他の材料入れて、それだけでも美味しいかも知れないと今思っちゃいました。エビなくてもいい、うん、このねっとり感をね、やっぱレモンサワーでさーって感じがいいですね。なんかこんなことばっか言ってませんもんね。レモンサワーは洗濯機かみたいなね、はい、ごちそうさまでした。